スタートしました。18頭が第3コーナーに向かいます。ミホノブルボン早くも出てまいりますが、競泳ボーガンが行きました。やはり競泳ボーガン先手を取りまして、リードを2馬身3馬身と取ってまいります。そして2番手にミホノブルボンであります。3番手は2馬身差、名称セントロ、そしてその後にマチカネタンホイザが行きました。セントライトシティ、ライスシャワーもいい位置に取り付きまして5、6番手。その後は3、4頭が固まって、まず1周目であります。やや中段が徐々にばらけてまいりますが、さあ競泳ボーガンをめぐってリードが2馬身ぐらいですが、ミホノブルボンも行きました。ミホノブルボンも行きまして、まず1周目スタンド前に入ってまいりました。内にコースを取ってまいります。競泳ボーガンが先頭、リードが3馬身ぐらい、そして2番手にミホノブルボンであります。その後は5馬身から6馬身差、名称セントロ、そしてまた4馬身ぐらい離れまして、マチカネタンホイザー、さらにはライスシャワーは4馬身差の5番手の位置であります。ライスシャワー5番手、そしてグラールストーン、さらにはセントライトシー、内をついてヤマニンミラクルが行きました。バンブーゲネシスがその外であります。そして1馬身差スーパーソブリン、あるいはメイキングテシオ、サンキンタツマ、第一ジョイフルと言っています。各馬は第一コーナーのカーブにかかりました。若さファイヤー、あるいはこのグループにはヘブンリーボイスも加わっています。後方からはヤングライジン、あるいは遅れましてランディーバーン、2コーナーから向こう上面に入ります。競泳ボーガンのリードはおよそ3馬身から4馬身ぐらいまだあります。ミホノブルボンがっちり抑えて2番手、向こう上面に入りました。その後は4馬身から5馬身差、さあ3番手は名称セントロ、その後は2馬身差、マチカネタンホイザも早めに動き始めました。さらに遅れまして4馬身ぐらいの差、ライスシャワーが行っています。先頭まではおよそさあ10馬身ぐらいあります。その後は4馬身ぐらいの差、懸命に手が動きました。グラールストーン、これから第3コーナーに向かいます。その後は3馬身差、セントライトシー、そしてヤマニンミラクル、メイキングテシオ、内からスーパーソブリント、この辺りは固まって第3コーナーの上りに向かうところであります。さらにはバンブーゲネス、これも中段の位置、若さファイヤーも中段からやや後方グループであります。3コーナー上り詰めて今度は下りにかかりました。 800m 競泳ボーガン、リードが2馬身ぐらい、ミホノブルボン相変わらず2番手、そして3番手は1馬身差、名称セントロ外に持ち出した。その後は2馬身ぐらいの差、マチカネタンホイザ、さらにはセントライトシティ、ライスシャワーが上がってきた。現在4番手、そしてメイキングテシオ、メイキングテシオ、グラールストーン、この辺りは固まってくる。ヤマニンミラクル、さあ最後の第4コーナーにかかりました。直線コースに入りますが、さあ先頭は競泳ボーガンか、ミホノブルボン立ちました。ミホノブルボンが先頭、そして2番手の位置でありますが、ライスシャワー突っ込んできた。メイキングテシオも突っ込んでくる。さらにマチカネタンホイザ、マチカネタンホイザ、ミホノブルボンどうか、ミホノブルボンわずかに先頭か、外からライスシャワー、内からマチカネタンホイザ、内からマチカネタンホイザ、ライスシャワーがかわした。ライスシャワー先頭、リードが1馬身ぐらい、ミホノブルボンとマチカネタンホイザ並んでゴール。ライスシャワー、ライスシャワーがやりました。